はい、トークセッションの時間がやってまいりました。ヒーリングのアトリエでお届けしていますが、クリスマスのなんか雰囲気になってますね。今は外のところの幕屋で、撮影をさせていただきます。あ、ディディが来た。あ、ディディ、あ、カレーは食べちゃいました。あ、いいちょっと。ディディ、ディディ、ご挨拶して。あ、あるよ。はい、餌あるよ。ディディ、ほら、ほら、うふんふん。ディディは庭を駆け巡っております。じゃあ早速あのご質問の方をお読みしますね。世界は悪と正義、光と闇の戦いとなっておりますが、マーさんはどう思いますか。まあ、そういうご質問が最近すごく多いですから、世界が混乱してるんですかね。まああの万物を味方につける、神々を味方につける、まあ、天、素粒子、電子、まあ、そういう一体のもの、愛、本質を、まあ、味方につけて生きるということですね。まあ、質問、この2個目も似てるんですが、マーさんは傷つけないとも傷つけないことをおっしゃっておられます。そうしたらやっぱりやられっぱなしになってしまいませんか。だからこの辺のご質問、あともうまだあるんですね。愛と正義で生きるとき真の成功や繁栄があるともおっしゃられていますが、なぜですか。これ全部共通してるんですけど、あの認識がですね、霊的世界というか素粒子的世界、原始的世界ですね。まあ、エーテル、アストラルというふうにニューエイジの人がいますが、まあ、まあ僕はそれを素粒子と言っていますが、そういう一体なる未知なる神秘なる世界をのみんな現れ分身なんですね。ですからそれに合ったことをしないと自ら罰するんですよ。自らが素粒子だったからですね、まあ、素粒子と呼ぶならですね。でこれは素粒子と呼ぶものというのは神の想念ですから、これに合わない創造主の想念でできているので、一体性とか正義とかっていうのは当たり前なことなので、それに合わない生き方をしてしまうとですね、自らにあの罰するという素粒子の運動のことですね。要は何度もお話ししてきてますけど、その分離とか戦いとか自我とかエゴとか競争とか比較とか自己拡大ですね、こうあと嘘とか不正とかですね、こういうことを許さないんですね。自らの誠実さっていうか自らの原始、まあ、原始っていうふうに呼んでるだけで実際未知なるものです。その未知なる美しき愛の表れである自らが、どんなに自分がまあ悪魔だ自分は悪いんだって言ってもですね、それでできているので、そうでない自分を自ら罰するんですね。ですからあのよくあのうちの父親の職業のことで、まあ、死刑の囚人の方が悟りを開いてもやはり死んでいかれるんですね。ですからまあ永遠性はその、まあ、悔い改めたり改心することで許されるんだけど、自分が許さないんですね。その犯した罪という罪というかな、あの他の者を傷つけたとか他の者を殺したとか他の者を騙したとか、そういうような形不正をしますとですね、その人の愛が許さない、その人の本質が許さない、その周りがみんな許してもですね、その人自身の素粒子が復活するためにっていうんでしょうかね、美しい電子を回すためには、そこに何て言うんでしょう、よく昔の言葉で因果応報みたいなものをですね、
素粒子レベルで、それをこう生産するというんですかね、その生産するということをですね、素粒子レベルでしてしまうんですね。まあそういう意味で素粒子レベルでしてしまうということが、バチとか自らの罰するというのかな、破滅へ向かうというんですかね、それほど誠実でそれほど人間は愛ができているって言うと思いますね。だから、このご質問、悪と正義でもし戦ったとしたらですね、正義の人は何もしなくてもですね、悪の人は滅びます。それから光と闇の戦いでいうとですね、光の人には万物すべて素粒子がすべて味方します。闇の方はですね、その支援を受けれないので、それはとんでもないレベルのものが自らをダメにします。だからマーさんを傷つけないでも傷つけないということを言っているということなんですが、傷つけられてもですね、自らが傷つけてしまうと永遠の命を失いますし、その支援を受けられなくなるんですね。万物の創造の主体のですね、神とも呼びますけど、これは人間はみんな信じてないですね。科学だってまだわからない、まだ素粒子レベルのこと、量子力学がまだ、古代はそっちの科学だったと思われます。ですからみんながそういうことを分かっていました。万物の素粒子で誰でもできているし、宇宙人という人もみんな素粒子でできているんです。電子、フォトン、電子、原子核、電子、またそういったものでできている。小さいものですね、目には見えない。で、分子のレベルっていうのは腐食酸化するし、永遠ではないように見えます。しかし、細かくなってくると永遠の命がそこにあるわけです。それを古代の人は知っていました。ですからシディができるわけです。シディということは、サイキックのことですね。現実でないからサイキックが可能なんです。そういったレベルのことを人類が科学的にまだ知らなかったために、そのようなことになっていると思われます。それでは、これから幕屋の方から移動してもう一本撮らせていただいて、もう一本今度はピアノのところに行って、撮らせていただきます。それでは。